私としてはですね、札幌医大これまで非常に良い研究をしてきました。それをさらに活性化して、札幌医大の研究力、それから研究成果っていうものを、世界に向けてさらに発信していくっていうのことが大事だと思っています。一方、コロナにあってですね、 ICT っていうんですけども、オンラインで の診療あるいは教育っていうものがクローズアップされております。それをさらに発展させていってですね、これをぜひ全道の地域医療なんかにも生かしていきたいというふうに思っておりますし、さらに、よく言われますけども、 AI 等の最先端技術というものを、医療医学にも取り入れていきたいというふうに考えています。微力ながら、大学の発展のために尽くしていきたいと思っております。私は附属病院長時代はですね、特に力を入れたのは、医療安全の推進と、災害対策に力を入れました。その結果大きな医療事故もなかったですし、東日本大震災を踏まえて大学病院も災害に対するですね、備えというものが求められている中で、一定の対策というものが、確立されたというふうに思っています。その後18年から国際交流部長を拝命いたしまして、アメリカのですね UCSF ですね、カリフォルニア大学サンフランシスコ校との新たな交流締結、さらには韓国の高麗大学ですね、との交流をスタートさせることができました。これまでですね、なかなか学生にとって魅力的な交流先っていうのはちょっと少ないっていう現状があったんですが、この2つの大学は非常に魅力的な大学でありまして、学生の興味も高まってですね、交流活性化につながったんじゃないかと思います。その後、コロナによって国際交流っていうのは制限されてしまったわけですが、オンライン交流という形で、ウェブ上の交流というものを推進することができましたので、これからウィズコロナ、アフターコロナの時代もですね、オンラインも取り入れた国際交流というのを進めていきたいと思っています。そうですね、これまでも札幌医大はですね、今おっしゃったように全道の地域医療に非常に貢献してまいりまして、非常に年間延べ2000人以上医師を派遣しているんですね。ただですね、これを人的にさらに拡大していくっていうのはなかなか厳しい状況ですので、やはり先ほど言った ICT ですね、オンラインを使った診療というものをさらに進めていきたいと思っています。それによってですね、札幌まで来るのはなかなか大変だというような、やっぱりこれまでは距離感というものはかなりあったんですけど、それを縮めていきたいというふうに思っています。 IT を使った道民の皆さんの健康増進にも札幌医大は寄与していきたいと思っております。このように全道の皆さんの健康増進のため、札幌医大は努力していきたいと思っているところでございます。コロナウイルス感染症に対する大学の対応っていうのは非常に積極的に行っておりまして、附属病院ではもう専用病棟、それから高度救命救急センターにおいて中等症から重症患者っていう患者さんをですね、非常にたくさん受け入れておりまして、すでにもう700名以上受け入れています。で、特に高度救命救急センターでは ECMO っていうですね、体外式の人工肺というものを全国に、先駆けてといいますか、全国有数の治療成績を持っております。それから最近 ECMO カーっていうものを導入いたしまして、さらに機動性を高めている
ということで、まあ、さらにですね、院内にとどまらず、札幌エリアのスタッフが、まあ、クラスター発生した病院、さらには保健所にも出向きまして、北海道の医療、さらには感染症の行政にも深く関わっているということで、非常に貢献していると思っております。まあ、この辺をですね、さらにアピールしていくべきだと私自身は思っております。意外と知らない方も多いので、札幌医大は非常に頑張っているということをもっとアピールしたいなというふうに思っています。十勝の皆様には、札幌医大は非常にお世話になっておりまして、実は学生の地域医療実習っていうのがありまして、その学生さんのその実習にも十勝地区でも行わさせていただいているので、そういう面でもお世話になっています。で、今後はですね、先ほど言ったように ICT を用いた地域医療にも十勝の、皆様にもご協力いただきたいと思っております。そしてですね、十勝といえばですね、スケート競技のナショナルトレーニングセンターに指定されているんですね。ということで、実は、まあ、先ほど申し上げませんでしたけども、札幌医大の大きなもう一つの特徴として、スポーツ医学に力を入れておりまして、保健医療学部、そして、まあ、医学部のスタッフが帯広地区の病院、まあ、帯広協会病院なんですけども、でスポーツ外来っていうのをやっておりまして、地域のスポーツ選手を診療してるんですね。で、帯広はもちろんスピードスケートを中心にウィンタースポーツ盛んですから、その辺を支援していきたいと思っております。2030年の札幌オリンピックもし誘致されたらですね、まあ、スケート競技は帯広地区でやるということになると思いますし、まあ、その辺も視野にですね、ぜひ帯広十勝地区の、スポーツ医学にも力を入れていきたいと思っております。